はじめまして、新潟市児童相談所の田中と申します。これから新潟市の社会福祉職の業務について説明いたします。まずは自己紹介をします。私は新潟市出身の37歳、今は4人の子供を育てており、毎日楽しく賑やかな家庭の中で妻と子供の笑顔に癒されています。私は小学校の頃の祖母との思い出や福祉施設との関わりから、将来は人の役に立ちたいと考えるようになり、福祉に携わることを志し、県内の4年制福祉系大学へ進学、卒業しました。卒業後、新潟市外の主に高齢者福祉に携わる社会福祉法人に就職し、デイサービスセンターの新規立ち上げなど貴重な経験をさせてもらうことができました。当然ながら就職した当初はこのままここで働き続けると思っていましたが、妻との結婚と長男の誕生を経て、自身が生まれ育った環境で子育てをしたいと思い、新潟市へ戻ることを妻と話し合い、妻も応援してくれたことから新潟市内での転職を決意しました。転職する上で、これから家族で暮らす新潟市を少しでも住みやすくしたいと思い、そのためには何ができるかを考えました。これまでは利用者個人とその家族との関わりでしたが、新規事業所の立ち上げを経験し、福祉制度や市民全体に関わることができれば、より住みやすい新潟市にできるのではないかと考え、新潟市役所への転職を志望し、採用試験を受け今に至ります。次に私の職歴を紹介します。2006年に福祉系大学を卒業し、社会福祉士国家資格を取得しました。卒業後は新潟市外の社会福祉法人へ就職し、特別養護老人ホームやデイサービスセンターの生活相談員として働いていました。2010年に転職し、新潟市役所社会福祉職として入庁しました。最初の配属先は中央区役所保護課であり、生活保護のケースワーカーとして家庭訪問や新規申請の面談、保護費の支給事務などに携わっていました。翌2011年に組織改正で係り移動をしましたが、担当地区が変更になったのみで、入庁から7年間中央区役所保護課で勤務しました。保護課への配属当初、初めてのことだらけで戸惑うことが多く、不安な日々を過ごしていましたが、社会福祉職の先輩職員や上司、同僚に助けてもらい、すぐに職場と仕事に馴染むことができ、時には辛いこともありましたが、楽しく働くことができました。2017年に児童相談所家庭支援第一係へ異動となり、児童福祉士として家庭訪問、施設訪問、電話相談など子どもとその家庭への支援に四苦八苦していました。自身にとっての初めての職場異動となり、仕事内容も大きく変わったため、これまで以上に戸惑いが多くありましたが、ここでも社会福祉職の同期や上司、先輩職員に助けてもらいながら、徐々に職場と仕事に慣れていくことができました。翌2018年、係長承認試験を経て、現職である相談受理係長となり、上司、係員と協力し合いながら、係長として日々働いています。次に新潟市の社会福祉職採用について説明します。社会福祉職は2007年に新潟市が政令指定都市へ移行することに伴い、前年の2006年から採用を開始しました。2006年から毎年社会福祉職採用を続けており、14年経過した2020年4月時点で職員数は100名を超えています。社会福祉職の配属先はこれから紹介しますが、高齢、児童、障害など様々な分野の職場で活躍しています。それでは社会福祉職の主な配属先を説明します。
まずは配属先を3つに分け、市役所、区役所、その他の順で説明していきます。はじめに市役所での配属先ですが、福祉部、福祉総務課、福祉監査課、障害福祉課、高齢者支援課、地域包括ケア推進課、保健衛生部、地域医療推進課など福祉部を中心に様々な課に配属されています。次に区役所における主な配属先を説明します。新潟市は8区に分かれており、各区役所の健康福祉課を中心に健康福祉課、保護係、障害福祉係、児童福祉係、子ども支援係、高齢介護係、地域保健福祉センター、保護課などに配属されています。続いてその他の配属先についてですが、児童相談所と知的障害者福祉施設、明生園などがあります。区役所とその他の配属先の主な業務内容ですが、家庭訪問、来所相談、電話相談、家庭環境等の調査、福祉サービス事業所等の関係機関との連絡調整、日常生活の支援など、市民やその家族を直接の対象としたケースワークやケアワークが中心となります。次に私が勤務している児童相談所について説明します。児童相談所は子ども未来部に属しており、家庭支援課と子ども相談課の2課体制となっています。身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所を併設しており、常勤職員は児童相談所と兼務しています。児童相談所は緊急対応が多く、日々緊張感を持って業務に取り組んでいますが、職場内は和やかな雰囲気であり、子どもの福祉のために課や係を飛び越えて職員が助け合い、一丸となって業務に当たっています。児童相談所の組織体制はご覧の通りです。令和2年4月1日時点で2課7係78名体制であり、総務部と兼務にはなりますが、弁護士も配置されています。また児童精神科の嘱託医師も2名配置されています。続いて私の所属する相談受理係の業務内容を説明します。相談受理係は保護者や学校などからの電話相談対応、来所相談対応、療育手帳の新規申請にかかる面接、虐待通告の受理及び会議の開催、子どもの一時保護の可否に関する会議の開催、国や他都道府県などからの紹介に対する回答、統計などの業務をしています。相談受理係は児童相談所が受け付ける相談の入り口となるため、受け付けた相談にどのように対応するか、その対応力を求められる係であり、業務は多岐にわたっています。次に社会福祉職としての大変なこととやりがいをお伝えします。あくまで私自身の経験に基づく見解ですので、あらかじめご承知おきください。まずは大変なことですが、ケースワークの中で自身の言動によって対象者やその家族から相談したって意味がない、役に立たないなどの辛辣な言葉をかけられることがあります。また人を支援しているため、支援の結果が出るまでに時間がかかり、自身の判断が正しいのか不安になることが多いです。次にやりがいですが、生活保護のケースワーカーや児童相談所の児童福祉士など行政ならではの仕事でしか経験できないことがあります。また100名を超える社会福祉職とのつながりから、職場が変わっても連携することができ、新しい職場や仕事の不安を軽減したり、自身の仕事をスムーズに進めたり、社会福祉職間で助け合うことができます。最後に対象者を支援する中で、昨日できなかったことが今日できるようになったなど、小さくても対象者の変化や成長を感じることができます。
日々大変なことは多いですが、上司や同僚、社会福祉職の仲間と分かち合うことで明日への糧とし、やりがいを感じながら毎日仕事をしています。最後に、私の考える新潟市の社会福祉職として必要なことをお伝えします。まず、新潟市の職員である以上、これまで説明した通り、さまざまな職場へ配属され、数年で移動していきます。そのため、一箇所の仕事を極めるのではなく、どの配属先でも活躍できるよう、幅広い知識と対応力が必要だと考えます。その上で、自身の武器となる特化した知識や技術を身につけることができれば、どこに行っても活躍できるが、〇〇といえばあなただと頼られる存在になれると思います。これから新潟市の社会福祉職を志望される方は、頼られる存在を目指して、福祉以外にも様々な経験を積み、知識と対応力の引き出しを増やすことをお勧めします。また、一般行政職だけでなく、心理や保健師など職場によっては多職種がおり、それぞれが様々な経験を積んできています。その経験を生かして仕事をしていくため、時には職員間で意見が衝突することもあるでしょう。そんな時は、職員へのアセスメントを通じて、より職員の力を発揮することができるよう、意見を調整することで、多職種、多経験の職場の強みを最大限発揮することができるのではないでしょうか。さらに、公務員というと、お堅いお役所仕事、縦割りといったイメージを抱きがちですが、より良い市民サービスにつながるのであれば、これまでの慣例を壊すことも必要なのではないかと考えています。新潟市における社会福祉職として、新潟市の福祉をより良くすることができるよう、何ができるのかを模索し、試行錯誤を繰り返し、社会福祉職の可能性、ひいては新潟市のより良い社会福祉を一緒に考えていきませんか。この動画を見たという方といつか一緒に働けることを楽しみにしています。以上で私からの社会福祉職の業務説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。